はい、どうも、キャサリンフルボディのアクションパートのみを紹介していきます。このようになんか謎の塔みたいなとこを登っていくっていう、アクションパートなんですが、ちょっとこれ、ステージが進んだ、とこのステージっていうか、ちょっと砂あたりのステージになるんですかね。話が進んでいくっていうか、ちょっと話が進んで先のステージになっていくと、ちょっと、結構パズルっていうか仕組みが難しくなってきて、頭を使わないとなかなかクリアできないって感じになってますね。これ難易度イージーでやってるんですが、それでも結構難しいですね。なんか脳筋プレイみたいな感じだと、何も考えないで適当にやってると結構、進めなくなっちゃうっていうことがあります。このやってる最中に、プレイしてる最中に結構全滅っていうか死んじゃうことが多いんですね。なんていうか IQ テストみたいな面がちょっとあって、本当の頭の良さが試されるんじゃないかなって思います。この辺相当厳しくて、ちょっと終わりそうになるっていうか、何回も死にますね。ここアンドゥーしちゃってるし、この辺どうやって登るんだと思って、難しい、頭使うんですよねこれ。ただしアンドゥーの残り回数が0の時はゲームオーバーになるので注意しよう。やり直しができるんだけど制限があるですね。何回もぶっ刺されてる。どうすんだよって感じで、結構何回も死んだ。時間制限もそんなない中、これどうやって行くんだよっていう感じで、まあ何回も死んじゃうんですが、またなかなかねこの辺厳しくて、からどうすんだよって思うんですけど、また死んだ。見てて分かりますかね、この難しさ。これでやっといけるのか、いけるのかい。あ、いけたみたいですね。またここで詰まるという。いや、これはいけるな。おいおいおい、間違ってる。おい、これはいけるだろうと。ここはちょっと難しかったですね。なんか土作戦に紛れてクリアしてますけど、動かせるブロックと動かせないブロックがあります。顔のついてるブロックは動かせないです。これでこれ、ね、そろそろ終わりますが、ご視聴ありがとうございました。